どうも高野もでございます、えー、またまたコメント返しをしていきたいと思うんですけれども、えー、5月30日のジャズ「ずーっとアットイーズ」まあずーっとシムズのリーダー作ですよねソプラノサックスを吹いているずーっとシムズを捉えたアルバムなんですけれどもこのアルバムを紹介した動画にいただいたコメントを紹介したいと思います。 これは結構古いんですよね私が YouTube 動画を始めたての頃なので2019年の5月頃なんでもう今から4年近く前かな4年前にアップした動画にもやっぱり面白いもんで最近古い動画でよくコメントいただくんですよね、まあ、その辺が、まあ、YouTube がもしかしたら関連動画として最近は古い動画を視聴者さんに提示しているのかもしれませんけどその辺はよくわかりませんけれども小田沈太郎さんから 最近コメントをいただいていますので紹介したいと思います意外でした点点点点鷹野マスターがこうした作品もお好きだとはまるまる失礼いたしましたえーっと、えー、なんか誤解されてるようですけど私ずっと私物嫌いだと思われていたのかなよくわかんないけどずっと好きですよもう何度か動画でもお話ししてますけどベツヘムから出てるアルバムすごく好きでですね あのまあよくあれなんかよくダウンホームかなはよく聞いたりしていますけれどもねあとやっぱベツレヘムのズーとたまたまですけどあのブッカー・アービンとツーテナーでやってるやつあるじゃないですかピアノがトミー・フラナガンのブック・クックスかあれも好きでよく聞きますよねあの辺のズーとはすごく好きですねということで、えー、なんか誤解されていたようですが、まあ、ずーとも聞きます <laughs> で戻りますね ズートはずっと好きなんですが小田鎮さんらしいダジャレですねこの作品もいいですよね私の一番好きなズートの1枚にはウォームテナーがありますがこのアルバムのダルな感じはてなはありそうでなさそうできそうでとてもじゃねえなあの典型のようなジャズだなあと昔から思いつつ愛聴版でした当時オーディオマニアの友人からこれ聞いてみなと 進められつつこうしした押し付けはてなおせっかいはパーカーでゴリゴリしていましたがこれは無条件で参りましたでした。ということでした小田沈太郎さんどうもありがとうございました。なんか だちんさんの書き込み読んでいると、コメント読んでいると、周囲にはおせっかいな人いっぱいいたえ、それで性格歪んじゃったんですかね。あ、性格、ごめんなさい。性格は歪んでないですよ。まあ、要は、パーカー聞かなきゃだめとか、パーカー聞かないとジャズ語るなとか、パーカーわかんないお前はアホだとか、パーカー聞かないとお前はなんとかだとか、パーカー聞かないとパーカー聞かないと、パーカー聞かないと、パーカー聴かないとっていうようなおせっかいの人たち、538人ぐらいに囲まれて、パーカー パーカーパーカー,パーカーって言われてでう,るせえう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 るせえって言っていたい言っているうちにだんだんとちょっと曲がった性格になりいや性格曲がってないと思いますけど、えー、それでコメントのたびに「あのパーカーわからん」と。 いうかね、あの女房を自慢するやつはあのうんこだみたいなことをね必ずもう必殺「まあ、あおだちん節」の中の一つにこれが登場しないと「おだちん」ではないと言われるほどのですねもうキャラになってしまっているというかフレーズになってしまっているような感じがしますけれどもやっぱり周囲のジャズファンによってこう。 結構ジャズ感っていうのが歪められたりとか変わったりとか影響を受けたりするのかななんて感じがしましたねで、まあ、の今回の場合はプラスに作用したみたいですねおせっかいなジャズファンにこれ聞いてみなと言われてはい聴きましたとでこの場合はあのウォームテナー参りましただったそうですけれどもねまあ結構ね人から勧められると 私の場合もでですすね時々なんですけど、まあ、基本人から勧められたものばっかり聞いてあるいは本から雑誌から勧められたものばっかり聞いていて私のジャズ感というのは形成されていったところもありますので結構私は受け身でマグロな人間なんですよね結構自分のんかがあんまり掘っていかない攻めていかないタイプなんですけれどもまああの結構素直に「はいはいそうですか?」って 聞いいてるると新しい発見ももあったりもするので全然自分の好みとは違う全く違う角度の心地よさみたいなこともね発見できたりするので意外と私はあの素直に「はいはい」って聞くタイプですけどでも時には「ああもういいよちょっと好きなの聞かせてよ」みたいな時もあったりもしますよねそういうモードの時に「いいからこれ聞きないいいからこれ聞きないいいからこれ聞きないいからこれ聞きな」なんて言われるとちょっと あの嫌なな気分になったりもします、ね、まあ面倒くさいというかせっかくというか難しいですよねなかなかねでもまあ人ってよかれと思ってこいつだったらきっとこれいいと思うに違いないと思ってよかれと思ってね 進めてくれるのでねそういった進める人の気持ちも無下にすることもできないなーって気持ちもありつつあんまり押し付けがましいような恩着せがましいような進められ方をしてもイラッとくるというねなかなか難しいですね人にものを進めたり進められたりするもの時っていうのはね。 まあそんなことを考えましたが、私はこのように返信しました。やっぱりおなら出ますか以上って感じで、ね。<laughs> いやほら、小田陳さんとか釜石さんっておならする人じゃないですかって、おならする人ってみんな人間おならしますけども、なんか良いジャズだったりとか、なんかこうなったらいいな、できたらいいな、みたいな風に無双するとおならが出る、ね、ご老体たちなので、ご老体って言って失礼ですけど、ご老人の方っていうか、高齢者の方々なのでって、なんか今日はちょっと、 私口が悪いいですねすねませんちょっと今目が覚めたばっかりでねちょっと今ベランダでタバコが吸いたいぞっていう気分なのでもしかしたらニコチンが呼んでるのかもしれませんねああっていうそういうののせいにしちゃいけませんけれどもねはいそれでやっぱりいいジャズを聴くとおならが出るというような人というふうに私は小田陳さんの体質をインプットされているので <laughs> やっぱり「ヘが出ますかって聞いたんですね。 そしたら、小田んさんから返事がありました。高野さん、へは出ませんよ。こうしたずーとのバラードはとても好きです。ところで、へといえば、マスターおすすめのうんこりん、あ、元とゆうこりんさんのサイトをよく拝見していますが、そう天才ピアニストゆうこりんの動画、何度か動画で進めたことありますけど、私大好きなので、この動画ね。皆さんもチャンネル登録して見てあげてください。見てあげてなんて言うと失礼ですね。<laughs> うん あのすごくためになるとか、うんまあ、エンターテイメント面白いしためになる動画なんですけれどもね天才ピアニストゆうこりんのジャズ動画正確な名前忘せましたけどまあ天才ピアニストで平仮名ゆうこりんとあの打ち込めば多分出てくると思いますのでねゆうこりんさんのサイトよく拝見していますが同じくおすすめのサイトとしてカッグーグルのコアラ研究所というのがよく出てきますがこれは広い これでジャズの先生、ハテナ、あまりにもお粗末極まるやり口、ハテナは50年遅れの手口で、こういうやり方こそジャズを終わらせるアホなやり方に思います。コアラ研究所って私知らないですね。うん、まあ、あんまりおすすめじゃないというんであれば、まあ、別に無理して見る必要もないですかね。まあ、また、ゆうこりんさんもコアラのなんたらも、コアラのマーチ、わかコアラのなんたらも、動画キャプションの タイトルには揃ってうん。このようなジャズ云々、うん、とあります。何コアジャズも何うん？このようなジャズみたいなのがサムネに書いてあったりするの？これってオーケーなんですかね？それに比べたら私の老人性包皮壁など。 かわいいもんですよねとまあみ,みそくそって感じみ,みそがクソを笑うみたいなのとあメクくそあごめんなさいみ,みそくそじゃない目くそ鼻くそを笑うえへがうんこを笑うみたいなぐらいな次元のあれだとは思いますけどねまあで私にはゆうこりんさんは本物でコアラのなんたらは完全なるイカ様に思えますこんなイカ様がバッコすることこそ ジャズが世間からは消ええつつる証拠に見えてしまいまいすところで本日今年の7月ハテナに釜市邸で開かれたオフ会を初めて全部聞くことができました何より驚いたのが釜市さんの釜市さんちのオーディオの素晴らしさすごさでした私も昔はオーディオには入れ込み大音量再生できる家に住んでいましたので こうした YouTube 動画からではありましょうとも釜市邸のオーディオのビヨン・ゴーオン・ハテナは十分惹かれ理解できます放送最後のワウが流れる頃にはうっすらと涙さえこみ上げてきたくらいでした釜市さん参加の皆さんそして高野マスターありがとうございましたとのコメントでしたけど7月の腐海って結構ダラダラやったような気がしますよね で、それ全部聞いたんですかそれはすごいですね。ありがとうございました。あんなね、だらだら話、あん,あんなって言っちゃ失礼ですけど、まあ、私にとってはもう、なんかだらだら。 って感じでもう何話したか全然覚えてないんですけども、まままあ、もしかしたらあの皆さん釜石さんとかいい話していたかもしれませんからね <laughs> 今そういうね結構何時間かやったんですよね結構長い間だらだらやっていたんですけどそれを最後まで聞いてくださってこれは素晴らしいですねありがとうございました でコアラのなんたらって、コアラのマーチ、コアラ研究所っていう動画は私知りませんでしたけども、アホなやり口で50年遅れの手口なんだそうですね。でもまあ、<laughs> 関心なきゃ見なきゃいいだけの話、見なきゃ聞かなきゃいいだけの話でね。で、この私の動画だってもう手抜き動画の最たるもので、もう、 なんかコメントで成り立ってるって感じですよね。もう読者じゃあ、視聴者さんから頂い,いたコメント、ただ、ダラダラと読んで、それにダラダラと回答しているだけという話で、<laughs> なんかいわゆるなんか一方的サロンみたいな感じはしますよね。で、まあ、それでいいかななんて思ったりはしていますけれどもね。まあ、そういう感じで。えー おダチントロうさんからですね、4年前ぐらいにアップした動画にコメントいただいたので、今回は紹介させていただきました。ということで、また他の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。